お疲れちゃんです、ナットです。今日はですね、こちらホグ企画27日目やっていきたいと思います。さあ、というわけで、ホグ企画ね、残りも4日と、で、今シーズンも、今年もか、まあ、今年も残り4日ぐらいというわけで、まあ、年内にね、ぴったり終わらせられるようにね、ちょっと今日から残り4日ホグ企画毎日やっていくんですけども、LSP でやっていきます。で、あとはロケ砲かな、結局なんか圧着衣型だったりボム型だったり、まあいろいろあるんですけど、まあやっぱ使い慣れたこのクエイクロケ方がいいかなと思いやっていきます。で、今の関係ちょっとスケラがバカ増えました。はい、もうマザネク化法でスケラばっかで、マジでスケラしかいないです。はい、なんでちょっとね、 ISP ハイスピ系ではなく LSP でスケラ用にしました。いきます。で、本当は今日ぐらいからフレバトをね、残り4日毎日フレバト系にしようと思ったんですよ、ホグ企画ね。で、まあ勝ち越せたらいいなと思ってたんですけど、ちょっとみんな忙しいみたいで、まあ、ログインしてるプレイヤーも、まあ、いるのはいるんですけど、フレンドね、結構ね入ってくれないですね冷たいわけじゃないですけど、まあ、たまたまちょっと今忙しいんだと思うんですけど、そう、申請してもちょっと入れなかったり、まあ入ってくれるんですけど、なんか一人だけで動画にちょっとなんねえなみたいなことも、まあ、ありながらの、なのでちょっとね、一旦明日ぐらいはね、またフレバトでやっていきたいなと思うんですけど。そうそうそう。よいしょ。さあ、とりあえずテスラ置きます。テスラはそういえばね、解放されたんですよね。うわ、やば。そう、テスラ解放されたんですけど、されたものの、うわ、それやばい。なんで竹取ったの？解放されたものの、まあ強いよねっていう。まあでもめちゃくちゃ強いかって言われるとそうでもないです。だから今までのあのぶっ壊れを知ってるから、そこまでではないんですけど、まあ使える、全然使えるレベルではあるけど、使っててなんかあれ、前ほどのあのぶっ壊れ感がなくなっちゃったよねっていうのはありますよね。さあ、一旦アドが やばい気がする。落ち着きます。さあ、金起動されていく。で、今回の相手はあれですね、ライドラゴレかな。まあ、これこそマジでテスラすげえ大事なんですよね。うん、どうしようかな。まあ、一旦ホグぐらいでいっか。うい、ムーと。まあ、これ、ロケ砲を出したところでみたいなとこあると思うんで。よいしょ。もったいないんでね。まあ、バルキリーだけで。さあ、とりあえずゴレなんですよね。まあ、一旦。それはそう、一旦ゴレが来ると。で、ロケ砲を出しながらの、まあ、テスラも置きながらの、もう2、3周ぐらいね、回していきたい。さあ、タルババが来るな。さあ、しっかり延命できそうだったらしてあげて、ロケット押しをもう一回出してあげて、ゴレ、殴るんじゃねえよ、あんまり。こっちちょっと連れて行きたい、ベビードラくん。よしよしよし。いやー。あ、ちょっと耐えるけど、ここ怖っ。怖っ。なんでこのロケを延命しないんだ、俺。いや、マジで。いや、でも別に、そんなに、痛くはねえ。オッケー、怖い怖い怖い、マジで怖い。やばいやばい、それ、痛い痛い痛い。よいしょ。さあ、ムートの事故だけね、気をつけて。いや、なんか2周目ですらやっぱ上手い人置いてたんですよね。そうするとこの光栄のね、大変なやつらを2周目ですらで処理できるっていう。おお、強気強気。いや、耐えてはいる。一旦ね、一旦しっかり我慢。無理したら終わる。いや、これクイック回す無理したら終わる言うてんのに。うん、まあすごい来るんすよね、ドラゴンが。まあ、LSP もいいな、これマジで。アイスピー、あ、待って、やべ、これ、ほんとにガチでごめんなさい。タップミス。うん。そう、LSP がね、やっぱこう、勝手に感電してってくれるから、防衛苦手な人とかでも、え？ああ、さすがにその樽でね、止めれるならうますぎやろっていう。オッケーオッケー。まあまあまあ、大体、久々すぎてちょっと怖いですけど。まあその本当にね、スピでやっぱ世界が変わるんですよね。ファイスピだったら火力出て、まあ攻めやすくなったりとか、アイスピだったらバルーンには強くなって、まあよりこう PS がいると言いますか。LSP はね、一番このスピ系の中でも、とりあえずなんだろう、コウモリとかもこう感電していってくれるし、まあ使いやすいっすよね。事故っていう事故がない。
うん、本当に極めた最終段階はアイスピなんですよね。エレスピはねマジで、まあ、使いやすい、うん、こう誰が使っても8割ぐらいのね 80% ぐらいなんていうの活躍量がねあります。よいしょ、なんでスピ系ちょっとねアイスピとかハイスピ使ってるよって方とか、まあ、じゃあねあのあれっすよ、エレスピにするだけで世界がありますよ。やべえ、なんか今回やばそうなの引いたな。なんだこれ、ゴレか。もうミニペッカとベビーが入ってる時点でゴレなんですよね、私の嫌いな。いや多いなマジでゴレ。このシーズンなマジ全然トラゲでできてないし、トロ上がんないしって感じなんですけど、そうもう上と1000ぐらい離れてるんで、このゴレ環境、大型環境に沈んできてるかもしれない俺が。とりあえずライトニング打たれそう。まあまあさあ打たれてもその後しっかりね、まあ、ダメージ頑張って抑えてあげればカウンターにね繋がると思うんですけど繋がらなさそうな流れが。大体ボンバ歩いてこい。よしよしよし、さあちょっと早めに飛ばして、6ヘボ残ってるんで取れねかな。おいピュイーン、いいトレーナーだからのベビードラー、バルキ入る、熱い。サスケで2回受けして、まあミニペベビー、まあゴレめんどくさいっすよね単純に。これされるだけだもんな俺、別に特に他のことをされるわけではない。ゴレの後ろに一旦2、3枚つけられてライトニング打たれてけど勝てない、なんでっていう、マジで疑問に思っちゃう。一旦下がってシバライトニング続いたよ。でホグ飛ばして、こっちよ、ロケット欲しい、ロケット欲しい、痛いってそれ。いやー全然勝てると思うんですよ僕の中で。勝てると思ってます、なんなら。まだホグをもっと飛ばさんとあかんか。いやライト打たれそう、下げてシバライト誘いながら全然ライト打ってこんや。もうライトニング削りで負けそうだもんな。ホグがね思ったより通んないっすねマジで。トルネード、トルネで守られ、ミニペで守られなんで、もう次のミニペッカで受けてくるでしょうみたいなタイミングでもっとゴリゴリいかないといけないのかもしれないですよね。お、ゴレ釣りか、いやいい、この攻めっけ、いやー、え、何をどうしろってね。相手がでも防衛の構えになってきたな。さあ空削り、もうこっからガチスペラーです。私はスペルの人になります。延命 できるならしたい、できなくてもしたい、とかしたい。しっかり守ってホグ飛ばしたい。いやあるよマジで追い上げ、ミニペそれでね。いや一発事故って入ってるのでかっ、ワンチャルマジでワンチャル、追い上げ追い上げ追い上げで、ホグよいしょ、ミニペいい、なんでそっち殴ったん、やばいやばい、ライトリング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 、ライトルネで終わる、ライトルネで終わる、ライトルネで終わる、終わんないで。いやこれさ俺のが早いんじゃない、一発入った、一発入った、もしかもライトニング打った、分かったんじゃない、お願いお願いお願い、事故ないで事故ないでマジで、ライトが間に合わなければ俺の勝ち、ワンチャン最後の飛来シーン、オッケーオッケーオッケー。いやーマジで怖いって、本当に本当に怖いですね。よく勝ったっすよこれ。いやマジでね攻めが通んない時むずいっすよね、もうクエイクでしか削ってないっすもんね僕。いやーちょっとねもうゴレゴレと来てるんで、マジでゴレだけはやめてくださいよ先輩。沼九郎の気持ち。
沼風呂ってあれだよ、ポケモンのね、サラムーン、ゴースト、まあ、ペッカラムか、まあ、こういうのもね、アイスピの方が優秀っちゃ優秀、アイレスピちょっと下手だったらごめんなさい、見逃してください。早めにテスラにちょっかいかけてほしい。 OK、 さあペッカラムか、いやペッカラムはね勝ちたいっちゃ勝ちたいっすね。マジのスペルとかにもよるかもしれないし、間違い出てきたんでちょっとわかんないんですけど、いやこういうのねうまいっすね、痛いっすね、陸系ナイスマン僕。しかも滝がそっちから、いやこれ絶対いらんかった、これラム受けされるっすね、されない、メガネでした。いやーやばい、アドがやばい、アドがやばい、これこれどうしよう、マジでどうしよう、どうしようかな、いやまあこれね奇跡の許容という許容、なんかね迷って迷って迷ってこうなりました。だからメガラムか、普通の普通のメガラムっすね、あんなこっち許容できるっすね。さあ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 、メガラムか、メガラムきついんですよこれ、相手多分ライトニングなんですけど、ファイブでもポイズンでもちょっと嫌っすよね、ぶっちゃけ。もうメガラムライト打たれるだけみたいなやつなんですけど、そこやっぱ勝っていかんといけないよね。テスラ高めの一応低めでライト打たれるの、あファイブだ、熱い、それは熱い、マジでこれファイブになってるだけで世界変わるっす。まあラム受けだな、ラム受けやばいよな、俺ロケット押し行かれた、怖え、いやゴーストたま殴ってよかった今、いやマジでラム防衛強え、やべやべやべ、ラムどこ行っちゃった、怖い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 、でもこれあのマジで一生守ってクエイク削りで全然いけますよこれ、俺がここ始まるロケとかしない限りね、危ない危ない、怖い怖い怖い、いや怖い、これ今逆性ラムとかブップされたもんね、いやなんかめんどくさいなこのゴーストユーの系が、まあ、一旦落ちっか、よいしょ、攻めなくていい、50秒でしょ、攻めなくていいって言ったよ俺、うわーやったわ、もう攻めなくていい、攻めなくていい、攻めろバカです、はい、
これはね、ライトだったら上ですけど、5だったら勝ちたかったです。いてて。いやー、ちょっと攻めなくていい。攻めなくていいってダメだな。悪魔だ。攻めなくていいっていう言葉。攻めちゃうもん。攻めるなよ。攻めるなよ。どん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 攻めたくなっちゃうな、ちょっと。いや、もったいないですね。ホグデッキってマジで、どうしても最後にダメージ欲しいときは、無理に攻めてダメージ稼げばいいんですけど、攻めなくていいんですよね。ダメージ入るんで、意外と。クエイクとかでね。攻めなくていいんですよね、ぶっちゃけ。さあ、まあ、これちょっとめんどくさいっすね。ラバルちゃんね。もうロケット押しに5打たれるだけで泣きそうみたいなとこあるんで、ね。ポイズンですって。まだって特殊すぎるんだよな、マジ。ガチで特殊。ラバルちゃん、なんだこれ。え？やばいよね。ジャイか。いや、違う、ラバいたよね。ラバいたよね。ラバディガのポイズンだ。メガガゴの。レアすぎん？いやー、ポイズンの方が、なんかこれみんなスペルがなんか変だな。さっきメガナイトのファイボで、ラバのポイズンで。セーフ。いや、ちょっと降臨してきたっすね。危ねえ危ねえ、本当に。よみんな困っちまうぜ。いや、ホグルートキムズしちゃった。いや、これはね、ちょっと引きか。オーケー。まあ無事勝てたんで結果オーライというわけでね。いや、みんなね、本当に自分の部屋にいてもね、親はね容赦なく入ってくるもんなんで気をつけてください。はい、どんなことをしててもね、入っていきますんで、皆さん気をつけてください。というわけで、で、ホグ企画も残りね、ラストになるんで、まあ、ここをしっかりね、もう麦とか KK とか、ホグ前、あとは北出身の中にもね、しっかりフレボト仕掛けてね、ちょっと買っていきたいと思います。次回、お楽しみください。よければチャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。